皆さんこんにちは、陽介です。今回はキャンプの始め方第2弾といたしまして、キャンプを始めるために必要な道具8つについてご紹介させていただきます。そもそもキャンプ道具っていうのには2パターンあると思っています。1つ目のパターンっていうのが、キャンプをする上で必要な道具、最低限持っておいた方がいい道具で、2つ目がキャンプをする上であるといい道具、最低限必要な道具にプラスアルファその道具を持っていることによって作業がスムーズになったり楽しむことができるっていうのは道具。今回は1つ目、まず始めるにあたって必要最低限持っておいた方がいい道具についてお話しさせていただきます。1つ目、なんといってもキャンプ場、何もないところに自分たちの居住スペースを作るわけなので、テントが必要になってきます。テントがあることで急な雨や風なんかにも、天候の変化にも対応できるので、まずテントっていうものは必要になってきます。テントを買うだけではなくて、建てれるようになってからキャンパーとしてのスタートとも言われているので、テントは必須条件となってきます。おすすめのテントは設営が簡単なドーム型のタイプ、あとはワンポールタイプ、ティピーテントと言われるものになります。このあたりが、一人でもなおかつ初心者でも建てやすい構造も簡単なものになりますので、まず初めに買うテントとしてはおすすめです。何人でキャンプをするかにもよるんですけれども、安全なものってなると1万円ぐらいから5万円ぐらいのもの、この価格で見ていただくのがおすすめです。僕が初めて買ったのはスノーピークのエントリーパック TT っていう、セットのモデルになるんですけれども、タープとテント込みでだいたい5万円ぐらいのモデルになります。テントに関しては3本のポールとテント本体だけの、シンプルな構造になっているので、非常に分かりやすくて立てやすかったのでおすすめです。で、テント選びのポイントを細かく説明していくと、この動画1本丸々を使ってしまうことになるので、また別の動画でご紹介できればなと思います。はい、で、次はテーブルと椅子、こちらを、1つずつなんですけれども一緒にご紹介させていただこうと思います。なぜ一緒なのかというと、主にこの2つをまとめて、キャンプスタイルが2つあります。ハイスタイルって言われるものとロースタイル、いわゆる、椅子とテーブルの高さが高いもの低いものっていう、この2スタイルによって分けられています。まずハイスタイルなんですけれども、ダイニングテーブルを使用している方はもうあれをイメージしていただけると分かりやすいです。立ったり座ったりがしやすい、調理もしやすくなります。ただ、全体的に高さがあって大きいものが多いので、ギア一つ一つが大きくて重たいものが多くなってきます。逆にロースタイル、コンパクトで軽量なギアが多いです。焚き火に薪をくべやすいです。ただ立ち上がりにくく、食事調理がしにくいっていう点もデメリットとしてあります。ここでテーブルと椅子別々に商品の特性を見ていこうと思います。まずはテーブル、テーブルを選んでいただくポイントとしましては、収納した時の形ですね。こちらも2タイプございます。フォールディングタイプって言われる、単純に折りたたむだけの簡単な設置、片付けが可能なこういったタイプ。ただ収納がこう半分に折ったりするだけなので、スペースを大きく取ってしまうっていうのがデメリットとしてあります。2つ目、ロールタイプ、天板自体をこうロールして収納するタイプになります。で、設置片付けに関してはホールディングタイプに比べると多少時間はかかりますが、収納がコンパクトです。ソロの方だったらバッグまたはボックスなんかに収まるものもあります。選ぶポイントとして2つ目、利用人数ですね。だいたい大きさとして1人から2人ぐらいの場合、縦40センチから50センチ、横50センチから60センチっていう、これぐらいのサイズが一番使いやすいかなと思います。3人から4人の場合、横50センチから60センチ、縦70センチから80センチ、これぐらいがベストだと思います。少し大きいんじゃないかなと思われる方もいらっしゃると思うんですけれども、キャンプの場合、普段のテーブルとは違って、例えば夜ランタンを置いたり、調理食べるもの以外を置くケースが結構多いです。なので余裕を持ってテーブルの大きさは買うようにしていただく方がいいと思います。で、価格なんですけれども、ソロの方だと3000円、グループの方だと7000円ぐらいの、このあたりで見ていただいた方が、コスト的にもパフォーマンス的にもいいと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。
で、次、椅子ですね。椅子のパターンっていうのはたくさんあります。ここでは大きく分けて5つのパターンをご紹介させていただこうと思います。で、まず1つ目、ロースタイル。これは僕自身も取り入れているスタイルです。最近人気のスタイルにはなるんですけれども、足を伸ばして座ることができる。テントやタープの中で使用しても椅子の高さが低い分天井が高くなるので開放感があります。ハイスタイル、一般的な椅子の形状と同じになります。ダイニングテーブルを使用している方には最も違和感のないスタイルですね。3つ目、ベンチタイプ。大人数の使用に向いていて荷物置きとしても活躍してくれます。荷物が多い子供連れのキャンパーさんなんかが1つ持っておくと便利なものになります。3つ目、グランドチェアタイプ。座椅子のように座面と背面が1つにつながっているモデルになります。包み込むような座り心地で安定感があって非常に座りやすいです。僕もこのスタイルを一番最初に取り入れたんですけれども、本当に座りやすくて、ただ立ち上がるのが少し大変です。5つ目、ハイバックスタイル。背もたれが高い椅子のことです。ヘッドレストがついていたりリクライニング機能がついているものがあります。基本的に背もたれがしっかりしているのでもたれかかりやすい、そういったスタイルが好きな方はおすすめです。椅子のスタイルパターンですね、5パターンをご紹介させていただきました。椅子っていうのはキャンプ1日を通して一番座っている時間、使っている時間が長いです。これだけはネットのレビューだけで判断せずに、一度店頭で各スタイルですねの椅子に座っていただいて実際に試していただくことをお勧めします。やっぱり座ってみないと本当にわからないんで、しっかりと椅子選びっていうのは行うようにしましょう。はい、で次、シングルバーナーです。料理をする上で必要になってくるのがこのシングルバーナー。用途としては自宅にあるコンロでも賄うことはできるんですけれども、先ほどテーブルの時にお話しさせていただいた通り、コンロだとかなりのスペースをテーブル上で取ってしまうことになります。ぜひシングルバーナーを買っていただくのをお勧めします。シングルバーナーなんですけれども、大きく分けてガス管の違いで2パターンあります。1つ目のガスのパターン、 OD 管って言われるこんな形をしているものです。 OD 管、メリットとしましてはアウトドア仕様で火力が強く寒冷地でも使用することができます。 OD 管専用のシングルバーナーギアが豊富にあります。またランタンとこのガス管自体を共有することができます。デメリットとしては取扱い店舗が限られている、アウトドアショップなんかのお店だけでしか取り扱いがないことが多いです。とコストが高くなります。で、ガス管のパターン2つ目、 CB 管。こちらはもう馴染み深いものだと思うんですけれども、メリットとしましてはコンビニやスーパーなどで購入できてコストが低い。ただデメリットとしては外の気温が低いとパフォーマンスが低下します。とはランタンでこのパターンっていうのはほとんどないので、そういった共有は CB 管ではできないことが多いです。もう1つ、バーナーにもタイプがあります。1つ目が五徳一体型、いわゆるこんな感じでガス管の上にバーナーがついているタイプ。これっていうのはコンパクトになるのでソロであったりとか少人数で使用するのには向いています。ただ大きめの鍋などはちょっとバランスを取ることが難しいのであまり向いていないです。逆に五徳分離型っていうのは大きめの鍋を乗せることができて大人数には最適です。一体型に比べるとスペースを取ってしまうのでソロには不向きです。バーナー本体の値段は4000円から7000円、別途ガス管というような形になります。次、クッカーセットですね。キャンプで美味しい料理をするには欠かせないクッカー、鍋だったりフライパンなんかを一つにまとめているもので、コンパクトに収納できて長く使えるので一つ持っておくと非常に便利です。これは初めの段階で買うことをおすすめします。クッカーに対して、素材は3つのパターンがあります。まず1つ目、アルミ。熱伝導率に優れているため少し重さがあってもキャンプなどで料理をしたい人にはおすすめのタイプ。2つ目、ステンレス。普段家で使うお鍋と同じ素材です。そのため手入れも簡単で丈夫ですけど重さがあるので、持ち運びには不向きです。最後、チタン。軽くて丈夫なので登山などに向いています。熱伝導率が悪いため焦げやすく幅広い料理っていうのにはあまり向いていないです。素材は3パターンで、これらはだいたい4つの形をワンセットにしていることが多いです。底が深いタイプから浅いタイプなので、フライパンのように使えたり鍋のように使えたり、いろんなパターンで広く対応することができるので、この4つワンセットっていうのは非常に便利です。値段はワンセット3000円からになります。基本持っていれば買い替えることはあまりないので、まずは1つ買ってみることをお勧めします。
で、料理をする機材が揃ったら、食材ですね、クーラーボックスが必要になります。食材の鮮度を保ったり、冷たい飲み物を飲むためには必須と言えます。クーラーボックスの種類っていうのは大体3種類。ソフトクーラー、使用していない時にコンパクトに収納できて、保温力が他に比べると低くなります。よく運動会のお弁当なんかにこう使われてたりもしましたよね。あのイメージです。なので夏場を除けば非常に使いやすいタイプになります。ハードクーラー、外装がタフなためサイドテーブルとしても使えます。よく蓋にドリンクをはめるちょっと深さができているものがあります。そこにドリンクを置いておくことでサイドテーブルとしても使用していただけます。で、3つ目、ホイール付きのクーラー、いわゆるコマが付いているクーラーですね。かなり大きなタイプ、大容量のタイプについていることが多くて、中にドリンクを入れた状態でも持ち運びするのに便利です。大人数で行く方、家族連れのキャンパーなんかにはおすすめのクーラーです。で、容量なんですけれども、ソロキャンプであれば1泊だいたい15リッターぐらいで、15リッターっていうのは500ミリのペットボトルが約16本、これで十分です。で、2人で1泊のキャンプの場合、30リッター、ペットボトルが24本分程度のもの、これぐらいあれば余裕ですね。お酒をたくさん飲む方を除いても、3人から4人でも、30リッターがあれば基本的に食材は入ります。ただ、ベッドドリンクを入れるってなると50リッターですね。50リッターってのはペットボトル34本分ぐらいなんですけども、これぐらいは必要かなと思います。保温力の目安なんですけれども、見分けるポイントは保冷日数、20度前後の室温でクーラーボックスの中に入れた氷が溶けきっていない状態で残っている日数のこと、保冷日数で確認していただけるといいと思います。ただ使用状況で変化するものになりますんで、あくまで参考程度にはなりますけれども、1泊2日だと保冷日数2日のもので賄うことができます。あとは中に氷を入れたりだとか保冷剤を入れたような補う要素をプラスしていくことで保冷状態っていうのは良くなるので、そういった点も含みながら差が出るということは覚えておいていただけるといいと思います。値段が3000円から5000円ぐらい、これ日数が長いものに関してはもっと値段がするものもあるんですけれども、だいたい3000円から5000円ぐらいのものがベストです。はい、で次、ランタンですね。ランタンの種類っていうのは4つ、種類といっても使用する燃料のことになるんですけれども、 LED ランタン、ガソリンランタン、ガスランタン、灯油ランタン、この4種類になります。ランタンを設置する場所っていうのは主に3箇所ございます。メインランタンって言われるキャンプサイト全体を照らす役割を担うランタン、最も光量明るいランタンを使用します。ガソリンランタンやガスランタンが主流ではあるんですけれども、1000ルーメン以上の LED ランタン、こちらを僕はおすすめします。最近だと LED ランタンでもかなり高性能なものが出ているので、まず初めに買うものはこれでいいんじゃないかなと思っています。購入の際のポイントとしては、日が暮れてから寝るまでずっとつけておくものになるんで、燃焼時間が長いものを選ぶようにしましょう。場所ですね。2つ目、テーブルランタン。テーブルの上で手元を照らしてくれるランタンになるんですけれども、メインランタンほどの明るさは必要ないので、主に使われているものでいうと LED、 ガス、灯油って、これは手元、空間の雰囲気を良くしてくれるものでもあるので、炎が見える灯油だったりガスっていうものがおすすめです。で、次、テント内ランタン。意外とテントの中にもランタンは必要になります。寝るときにテントって閉めるんですね。そうなると中が本当に真っ暗な状態になります。その中で明かりを灯す必要があるんですけれども、これはもう一択 LED ランタンに限ります。で、僕はメインとして使っている LED ランタン、これが光量を調節できるモデルになるので、一番少ない光量、一番弱い光量にしてテント内ランタンとして使用しています。 LED ランタンに関しては3000円ぐらいから買うことができるので、非常に低コストで、高パフォーマンスなものもあるのでおすすめです。で、次、最後、コットです。コットっていうのはキャンプで使用される簡易ベッドのことを言います。こういった形のものになるんですけれども、ベッドとして使用することはもちろん、荷物置きであったりだとかベンチとしても使用できるので、僕は大人数で行くときにデイキャンプでもコットを持って行って、みんなにそこに座ってもらうようにもしています。地面の形状に左右されることなく寝ることができます。結構ボコボコな場合が多いんですね、キャンプ場って。それにマットを敷いて寝てしまうと寝心地が悪かったりするんですけれども、コットに関してはそこに左右されないので非常に便利です。地面に直接触れずに間を空けることによって、夏は涼しく、冬は下からの冷気っていうものを直接触れることがないので緩和してくれるっていう目的もあります。コットに関しては2パターン一応ございます。ローコットとハイコット。ローコットに関しては高さが20センチから30センチ程度のものになります。高さがない分安定感が
があります。寝返りを打った時なんかにも非常に安定しているもの。寝てる時に天井との高さがあるので窮屈感があまりないです。見た目もテントの中が低いと圧迫感がないのでスマートに見えると思います。あとは横になった状態からでも物を取れるっていうのは一つメリットかなと思います。逆にハイコット、高さ40センチ前後のものを指します。僕が使用しているのもハイコットになります。外でベンチとしても使用できて荷物置きとしても使用できます。高さがある分直接地面だったり草木に触れることがないので荷物置きとしても便利です。テント内でもコットの下に荷物を詰めることができるのでスペースの確保はしやすいです。値段がだいたい6000円から1万2000円程度で買うことができます。で、睡眠がしっかり取れないとすごいストレスになるんで寝る空間っていうのは非常に大事にした方がいいと思いますので、コットは最初に買っておくべきだと思います。はい、で以上で8つのキャンプ道具についてのご紹介は終了になります。この道具だけでは簡単な料理ができても楽しむことはできなかったりするので、これにプラスアルファはどんどん道具を増やしていく必要があります。ただ最低限これを持っていればキャンプはスタートできるっていうような道具についてはご紹介させていただきました。次回そういった、プラスアルファの道具っていうのをご紹介できればなと思いますんで、ぜひ参考になりましたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後まで見ていただきましてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。